はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。クリスタルタワーですね、とりあえずもう多分ボス戦のところまで来てるんで、このまま登っていきましょう。ここを登ればボスだけど敵が出てきた。最後に邪魔をするか。大名剣一発で、サンダーを使って、おーいいね。ビビも9か。わー危ね。あとは3人で殴れば大丈夫でしょ。3人で殴れば怖くない。さてさて、ザンデかいるね。ザンデってこんな形してたっけ。まあ魔導士ザンデだけど、クリスタルやたら緑いなよくここまで来たな。しかしクリスタルの力は完全に私のものとなった。どうやら手遅れだったようだな。この力を使い、私はアレフガルドの大地を闇に包み込むのだ。お前たちにもこの力見せてやろう。ファッファッファ死ねえ。ファッファッファって X ですじゃん。うわブルカラマジか。59。ライフラー持ってたっけ誰か。とりあえず攻撃するか。いや待って、魔法剣でとりあえず火炎切りを使ってみよう。そうだ、フレイムタンだから意味ねえや。ライフラーあるな、ちょっとかけよう。弱点が分かるだけでも多分だいぶ違うからな。弱点なしかってことは B がなんかもう役立たずになっちゃったな。とりあえず3だかけとくか。いやビビ弱いな、ちょっと外すべきだったか。上からまたマジかよこれ。弱点がなければとりあえずもう殴るだけだなと。でこいつは祈る。とりあえず届かない。もうこういう時に弱点に届かないんだから。なずな、うおーマジかこれきついな。回復に入るか。主人公回復に入らないと追いつかないぞこれ。でこいつの祈りがかなり重要なウェイトを占めるな。いてててて、殴って祈って、よしよし、だいぶ立ち直した。ファイヤーコメットマジかよ。グフォン70とか異常なんだけど。おっ助かってた。しかも追撃あり。デフォイミの出番だなこれは。アーロンなんか秘伝我流、これ敵全体だからみんな引き出す。アシュラどうだ。60、そこそこ当たる。これ使ってこう。アーロンだったらマジックパワー。うわファイラクリフトよ、お前はもう完全に回復役だ。で引き出す。52、よしよしよし。うわクリフトで回復させていけば、もうこのパターンでもうハマったな。大丈夫だ、逃がします。これをねもう即座に連発されるときついけど、回復するね余裕があるから。間違えた、多分大丈夫。とは言っても祈るが失敗する可能性があるからな。ここは手堅く回復していこう。いって殴りがあんまり強くないな。 OK、 最初だけちょっと苦戦したけど、まあ、なんでこんなものか。魔物をやっつけた。これなんかさ、ボス経験値持ってないよね。私を倒しても無駄だ。世界の運命は変えられん。クリスタルの力で世界を闇に変えようとしているものは私だけではないことを覚えておくがよい。私が死のうともいずれ全ては闇に包まれるのだ。ファッファッファグフ悪者がいっぱいいるな。風のクリスタル、お前たちは選ばれた。私に残った最後の光を、最後の希望を受け取ってくれ。
かつて勇者ロトが封じた邪悪の化身が蘇ろうとしているのだ。このままでは世界が消滅してしまう。全てが無に飲み込まれるのだ。無って FF5 の話ですよね。邪悪なるものの復活を止めることはできない。4つのクリスタルを集め、その力で再び封じ込めてくれ。お前たちは希望を持つものとして選ばれたんだ。この世界を消してしまってはならない。ミカミックスたちはクリスタルから光を受け取った。なんと風のクリスタルを手に入れた。で、別にジョブが増えるわけじゃないから、どうなの風のクリスタル手に入れたからって。これどこに戻んの。あ、ここね。ドラクエ1だとお花が咲くのに特に何にも変化はなしか。じゃあとりあえずキメラの翼でラダトームに戻りますか。ちょっとキメラの翼を買おう例によって。懐かしい街並みだ。キメラの翼を4つくらい買っとくかも。とかやってるとルーラーを覚えるんですよね。とりあえず王様のとこ行きますか。クリスタルを手に入れたんで。セーブをしとこう。さあ、まあ英雄といってもまだまだクリスタルを一つ解放しただけだから。ああ、あそこの宝箱も欲しいな。おお、ミカミックスよ、よくぞザンデを倒し無事戻ってきてくれた。さあ皆の者、祝いの宴を。何、ロトの、ロトが封じ込めた邪悪の化身が復活するぜと。クリスタルがそのようなことを言ったと申すのか。もはや、もしやお前はクリスタルを集めるために再び旅に出るつもりなのか。いや、もういいよ。いや、言わずとも分かっておるお前のことじゃすぐにでも旅に出るつもりであろう。ピサイドの村から船が出るという。そこから世界へと旅立つのじゃ。さあ行け、ミカミックスよ。こうして冒険が始まったピサイドに行くのか。またキメラの翼を使うことになるな。キメラの翼でピサイドと。そうか、風が戻ったってことか。風のクリスタルを解放したってことは。こいつか。魔王を倒したんだって。おかげで風がまた吹くようになったぜ。ただでいいから乗ってきな。サウスフィガロまでだけどどうだい。はい、じゃあ早速出発するぜ。次の目的地はサウスフィガロか。そうするとエドガーとかマッシュだな。 FF6 の話っすね。ここは飛んでいかないといけないところか。あの祠は。あそこにも小屋がある。船って手に入んのかな、いずれ。ここがサウスフィガロか。なんか行ける、こっち。行けねえし。まあまずは町に入っての情報集めかな。アイテムもちょっと調べないといけないし。キメラの翼1個使ったからな。パブに行きましょう。パブに。お、戦士がいる。お、冒険者か。やはり目当ては不思議のダンジョンか。なんだそれ。まさか不思議のダンジョン知らないのか。知らねえよ。冒険者なら一度は行ってみるべきだぞ。ほうほうほう。不思議のダンジョンが何階まであるのか未だに分かっていない。ただとてつもなく深いことは確かだな。自動生成ダンジョンかな。俺は見たんだ、不思議のダンジョンの中で光り輝く宝石を。確か5階だ。5階で見たんだ。あれはクリスタルに違いねえ。くそ、あの時魔物に襲われて思い出の鈴で逃げ返ったりしなければ。もったいないことしちまったぜ。5階って結構浅いな。この町の北東にはとんでもなく深い洞窟がある。そこは入るたび中の構造が変わることから不思議のダンジョンと呼ばれているんだ。この酒場にも不思議のダンジョンに挑もうというものがよく訪れるよ。おお、やっぱり。あれ、なんか人が来なかった今え、あっちから人登ってきたよね。あ、なんだこいつ、この子供。子供はダメだよね。はーい家が細かい。でも別にさ、酒を飲まなきゃいいと思うんだよね。魔除けの鈴。あとは何もないかな。ここら辺は。あの壺とか怪しいけどな。ない。ここら辺の木箱は。これは
ない。あ、また子供がさ、上扉あるし。おお。ここはゴールド預け屋さんか。こいつはどうだ。星肉って知ってますか。獣系の魔物が落とすんですが、こいつがまたうまいんですよ。おお。お、アモールの水だ。こんなところにあるやつを。飲む気になれんな。落っこってる水は。ここにもセーブポイントがあるから、ちょっとコンフィグで戦闘音楽をどうしようかな。タガ3にしよう。で、こっちから降りると、元のところに戻るかな。こいつなんだ。アクセサリーは一人一つまでしかつけられない。どれを選ぶかは難しいところだよな。そうだな。結構いいアクセサリーとか出てきそうだしな。まあ最初はこういうやつだけど。アクセサリー屋さんのマークがある。チョコボのマークがある。ここはサウスフィガロの街。チョコボ乗れんのかな。北西の砂漠にはフィガロの城がありますよ。ただ行くのは勧められませんけど、馬車でもあるならともかく普通はたどり着く前に干からびて力尽きるでしょうね。これも FF4 ネタだな。サウスフィガロの街は結構広いな。探索とするところがいっぱいある。魔王ザンデがついに勇者の手で倒されたんですって。そろそろアレフガルドに帰ろうかしら。あ、ここはもうアレフガルドじゃないんだ。何の地だ。えへん、いかにもこの町で一番の金持ちです。うん、聞いてないよ。とりあえず金持ちだったらなんかくれ。金をくれ、金を。ん、ここも同じ家か。そうすると金持ちの子供か。そうするとこいつはちょっとうろちょろうろちょろと、なんだ、話せない。隣の部屋に綺麗なメダルを隠したんだ。ふふふ、探してみる。お、マジで。隣の部屋ってもうここしかなくね。ここそういや調べてない。何ない。暖炉の中か。暖炉とかベッドの中とか。ベッドにはいけないな。酒の中に入れたとか、メダルを。何、ここ、え、マジでわからん。え、ない、どこだ。おお、あった、発見したぜ。ヒントがなかったら絶対わかんなかったな。あの子供に話してよかった。お礼を言いに行こう。もらい受けるぞ、この小さなメダルは。俺が、あ、ちょっと待って、何なんだ。見つけちゃったの。すごいな、僕頑張って隠したのに。え、それパクるの。返さないの、子供に。あの子供のメダルじゃないの、だって。マジ鬼畜勇者だな、こいつは。なんかあるか。お、ここにも小さなメダル。小さなメダルやたら取ってんな。こっちからは出れない。もうこの家には用なしかな。そうすると、あとは武器と道具屋。ミスリルソード出した。ミスリルクロ、ブーメラン。ここら辺のラインナップは変わらないから。手裏剣がある。投げる。そろそろ忍者が仲間になるってことか。誰だ忍者って。ここら辺もラインナップは変わらずと。ただ手が出せない。あの旅には何にもないと。で、こっちにも樽があったから一応調べるか。おー、500円だ。すげえ、500円が落っこってたよ。大体さ、ああいう樽に誰が500円入れるんだよ。これで一周してきた感じ。いや、違うか。君を見たかい。地中を走るフィガロ城の勇士を。つっても無駄か。地中じゃ見えないもんな。この前太ったおじさんが不思議のダンジョンへ行くって言ってたけど大丈夫なのかね。どう見てもあまり強そうには見えなかったけれど。不思議のダンジョンって言ったらあれじゃん、トルネコじゃん。ここおばさん邪魔なんだけど。あっちに行けない、おばさんのせいで。こっち
からいくか。道具屋、道具屋のラインナップはもう基本変わらないっしょ。変わらないね。あとはこの、ま、この家か。結構広いな。探索するところがいっぱい。探索するだけで時間がかかる。でこいつは何を言ってくれる。北西の砂漠にあるフィガロ城は地中に潜ることができるそうじゃ。いやはやどんな科学になってるのかな。だって地中をさ潜って進むって地盤どうなってんだよ本当に。これは何かあるか。何にもない。おお、なんかすげえありそうなのにない。あ、ここに出てくんだあれ何するんだっけ次。なんか誰か言ってくれた。フィガロに向かうのか。西側は完全に外だな。ん？どこへ向かうんだ。とりあえず北西のフィガロ城。あ、不思議のダンジョンだ。そうだそうだ、不思議のダンジョンがあって。おお、トードが出てきた。ポイズントード。ま、毒系かこれ。ファイヤー36。結構当たるね。魔力が高くなった。くらい。オッケー。北にあるんだっけ不思議のダンジョンって。砂漠はなんか馬車がないと越えられないみたいな。ホフマンと一緒のイベントか。この先は広大なフィガロの砂漠。馬車のないものを砂漠を越えるのは無理です。やっぱりそう言われるか。フィガロ城を一度は見ておくべきですよ。ただ行けないからこっちじゃないと。またカエルプリンターか。うわー、ロケット防御しちゃった。うおー、毒になった。なめ回しリレー。そういうことか。毒をミスした。さてさて、また毒を直さなくては。毒消し層がなくなってきたな。そうするとあっちの右の方か。おお、グラストーク。こいつ買ったそう。クリスタルボールか。スライムナイトもいるし。ブリザードが効きそうだな。48。オッケー。敵もだいぶ変わってきたな。リモード30近く回復するな。30は回復しないけど。よし、アーロン12レベル。ジットボイド14とか異常だな。こっちじゃなくて右側か。そうするとえー、不思議なダンジョンを目指してこっちでいいのかな。うわー、これちょっと魔法剣使ってこう。マヒャド切りだな。えらい。21。お、マヒャドからの炎みたいなどういう仕組みだろう。てかこいつ弱点何なの。本当にブリザードでいいの。3度使ってね。38。一回ライフがかけんかな。おお、スロー。めっちゃスローになった。ロックガーター。何、2体で倒せないか。で3だ。これフレームターン手に入れてなかったらかなりきつかったな。やっぱ宝箱は重要だよな。これか不思議のダンジョンというのは。普通のおっさんがいるんだけど。へいらっしゃい。不
思議のダンジョン前に準備はきちんとした方がいいよ。え、このチョコボかい？あ、この子ならトルネコさんって人に不思議のダンジョンに潜ってる間に世話を頼まれたんだ。それにしても可愛いよな。と、商売商売。あ、トルネコさんが可愛いんじゃなくて、チョコボが可愛いと思って。今日思い出の鈴は、持ってるから、持ってるよね、一個。もう一個だろ。うん、じゃあこっから、ダンジョンに潜る感じか。じゃあちょっとセーブをしてと。というところで、じゃあ次回この不思議のダンジョンを潜るところからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。